イススラエルハマスこれね ICC って国際司法裁判所がイスラエル・ハマス両方に警告両方を調査するということを言ってます。人道法違反 ハマスはハマスで人道法違反してますねと。イスラエルはイスラエルで人道法違反してますねと。それをこれからね、調査もしますよという風な動きになってます。だからね、結局、アメリカも最初ね、かけねなしにイスラエル支持って言ってたんだけど、今はちょっともう引き始めてますよね。ヨーロッパの多くの国も最初イスラエル支持って言ってたんだけども、ちょっと距離取り,取り始めてるわけですよ。今、国連もね、だって、今日被検とかあるから、まともな決定もできないわけです。そこで ICC が動いて、 で「いや両方人道法違反よ」と言ってるわけです。読みます ハマスと戦闘を続けるイスラエルに対し、ガザの封鎖や住民の避難要求が国際人道法に抵触するとの指摘が出ている。一方のハマスも、今月7月にイスラエルを吸収し、民間人を拉致、殺害した行為は、戦争犯罪や国際人道法違反に当たるとみられる。国際機関は、双方の行為の立証に向け、証拠収集を始めたということです。ですから、これね、こう書いてありますけども、イスラエルもハマスも相当人道法違反やってるよって話です。 ですね、もちろん。 一番最初のねイスラエルを奇襲攻撃した住民を殺害したこれ人道法違反ですよとあとハマスがやってるね外国人の連れ去り人質にした行為もこれも当然人道法違反ですねそれからハマスはロケット弾で民間施設を攻撃してますこれも人道法違反ですよということですねイスラエルはイスラエルでガザ住民を南部へ避難させる行為これも人道法違反ですよとガザ封鎖による市民への電気ガスの遮断必要物資供給の妨害これも人道法違反です そしてイスラエルによるガザの空爆によるインフラの破壊や民間人の、ね、犠牲を出しているとこれも人道違反ですよということで双方ととも人道法違反という,こ,うです、ね、これを本当に人道法違反なのかどうかというのをこれから調査しますということで ICC としてはま双方に対して人道法違反をやめるようにということをですね 述べていますでこのね人道法違反っていうとこ,こがミソで国際法違反っていうとハマスが国家じゃないですからそもそも国際法を守る主体じゃないわけですねだからここでね国際法違反って言わない人道法違反ほらそれこそ東京裁判の時に作られたやつですからね個人が人道に対する罪でね処刑されるわけですからねその考えが今でもあるわけですだから国際法違反っていうと国家じゃなかったらそもそも国際法に縛られないわけですね。ハマスは 国家じゃないから人道法違反なんですよ兵士一人でも司令官一人でも人道法違反なんですよだからイスラエルも 結局国家ではあるし国軍ではあるんだけれども相手が無法集団ですからだからハマスは国際法を守らなくていいでもイスラエル軍だけは国際法を守れってこれも何かおかしな話に聞こえますでしょそうすると ICC としては双方に対して国際法違反という言葉を使わずに人道法違反これ政府だろうがね民間組織だろうが個人だろうが全員人道法違反をしたらこれは裁判にかけられて場合によっては処刑されるかもしれない。 なわけですだから双方に対して国際法は一旦置いておいて人道法違反は両方やめなさいというね。 これがです,、ね、ですから国連そのものはほぼ機能しませんよ。だって安保理でね、アメリカだってロシアだって中国だって拒否権持ってるわけですから、こんなん決まるわけないわけですね。そういう時にですね、国連は国連でね、なんかやらなきゃいけないということですけれども、各国際機関でもできることはあるということで、戦争犯罪なのか国際人道法違反なのか、ここら辺はですね、当然国際社会が注目していかなきゃいけないところだと思います。だから私はこの観点から見てますからね。 どどっっっちちもていううのとは違んですよよくね、どっちもどっちっていうのは嫌いっていう人いるんですよ。私はどっちもどっちとは言ってないんです。テロはダメですよと。民間人を殺害するのもダメですよって言ってるわけであって、中身が違うわけですよね。同じことやわせたらどっちもどっちですけど、テロはダメです。民間人を虐殺するのもダメです。ハマスはこういうとこういうところがダメ。イスラエルはこういうとこういうとこれがダメ。違うんです、内容が。なんかどっちもどっちじゃないんです。両方ともバラバラなんです。 だからねどっちもどっちっていうのは違うだろうっていう人いるんですけども私はそんなこと一言も言ってないです同じだといや野蛮という言葉では一緒ですけどそれぞれやってること違うんだからハマスはこれが悪いイスラエルはこれが悪いと言ってるわけですテロもダメ民間人の虐殺もダメですどっちがどのぐらい上か下かは両方とも野蛮すぎてもう比較ができないぐらい両方ともダメですテロも民間人の虐殺も両方ダメです どどっちもどっちちもじゃないですからね。ハマスのダメなとことイスラエルのダメなとこを言ってるだけですからそのダメな内容が両方とも違いますからねあとねハマスが最初にやったんだからハマスが悪いっていう、ね、人いるんですよでもそれもね間違いなんですやられたらやり返していいんですけども過剰にやり返してダメなんですよだから例えばね真珠湾攻撃やったんだから広島長崎に原爆を落としてやるとかこれはねどう考えても つついいってないんですね最初にやったからあと全部はね最初にやったやつが悪いっていうそれないですそれを言うんだったら真珠湾攻撃やったら日本が悪いんだから日本人全員殺されても文句言うなって同じことになっちゃいますよねそうだからハマスはテロ行為をしたのが悪いですよでもイスラエルは民間人を虐殺したのは悪いんですよ全部ハマスが悪いとはなんないんです報復は程度があるんですね例えば銃やられて銃やるんだったらまあまあね まあまあ、釣り合ってるんですけども、十やられて百とか、十やられて千とかやっちゃうと。例えばね、ほら、真珠湾攻撃で亡くなった民間人って、二十人かぐらいしかいないわけですよ。でも、広島、長崎で三十万人焼き殺されてるわけです。これはどう考えても、報復の領域を超えてるんですよね。倍返しどおこじゃない、何万倍返しですからね。そう、だから、釣り合ってなくてはいけないので、だから、えー、最初にやったのはこいつらなんだから。皆殺しにされても、こいつらが悪いっていう。こと ですからハマスはテロをやったのが悪いですでもイスラエルの民間人無差別で逆説するのはそれは悪いんです。どっちかの肩を持つとしたら多分その人相当やばいですよ両方とも悪いことやっててそれをね肯定してることになるわけですからねなので何ですかね結構どっちかを持つ人多いんですよね言論人でも。 でもそれ結構やばいと思うんですけどもね両方とも相当やばいと思いますからね TBS とかねグレタとかねどっちかの肩持つの相当やばいと思いますよというわけでねなんかどっちもどっちロ っていうそういう論者もいるかもしれませんけど私は全然どっちもどっっちちもじゃないです例えばほら日本もアメリカもねあの戦争において日本も国際法違反の行動一部ありましたアメリカもどうしようもない国際法違反の、えー、行動がありましたよねでもそれはどっちもどっちじゃないですからね日本のここが悪いでもアメリカもここは悪いってだけの話ですからそれと一緒です。 ハーマスもここが悪い。イスラエルもここが悪い。どっちか悪くないもんっていうのは相当やばいと思いますよ。悪いですから。悪いです。だからどっちもどっちっていう言葉には該当しないですね。うん、というわけです。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。